はい、サヌキア緑兵衛です。北風香川玉の商品盆栽館令和5年春の作品展です。はい、トップはね7点飾りですけど、盆栽オリーブ盆栽尽くしの7点ですね。はい、どうですか掟破りのオリーブ尽くし、まあ、この人ね、お仕事もちょっとオリーブに関係したお仕事なんで、まあオリーブ盆栽は扱ってないんですけどね、一応まあその趣味が、趣味とお仕事がちょっと兼ね合わさった感じですね。はい、これは新しい会員さんなんですけど、もともとさつきの盆栽を何十年も、それこそ50年近くされてる人ですね。御用松と、それはつわぶきですね。はい、木はこんな感じです。上から見てみましょうか。木のワークが難しい。はい、これは女性の会員さんですね。御用松、ね、なんかよく見てますね、木が、ね、ちょっとかぶりましたね、ここで並び失敗楓ですよ。結構ね、しっかりした木です。はい、面白いですね、このサイズで。これは草はあれですね、イタドリですかね。はい、ここはベテランさんの先飾りですね。まずは5点飾り、あ、7点飾りなのかな、効果ね。この楓は太くて古いですよ。あ、ごめんなさい、もみじやったですね。ちょっと下から覗いてみましょうか。こういう感じ。そしたらもっと下から行ってみましょうか。はい、それと煮物は熊柳ですね。それとソロかな、イワシでソロですね。赤目のソロですね。この煮物はピラカンサ、ちょうどあれですね、これから色づこうかという、実が大きくなってね。しっかりした木ですね。コンパクトにしまってます。これは何ですかね、これもイタドリかな、踏切のね、草は樹高子ですね。で、庭藤、この庭藤からですね、たくさん分子が出てるんですよね。いっぱい挿し木でね、あちこちにね広げられてます。3点飾りですね。割ですけど使い勝手いいですね。なんですかね、口なしです。口なし、小葉の口なしですね。葉っぱちっちゃい。真上から見ましょうか。こんな感じ、真上ついでに山内さん、これも真上から見てみますか。楓ね、ちょっとぼかしすぎですね。それね、女性の方、女性の会員さん、新しい会員さんですけど、この人の楽しみ方いいですよ、これね。全部自分で作られた鉢です。木もね、だいたい2年以内ぐらいね、2年、3年までかかってない木ですけど、
雰囲気いいですよね。この課題はね、セリアでこういうね、遊び方、楽しみ方をせなあかんですよね。一本一本もね、感じです。でもうこの曲の感じも結構いいですよ。ね、蜂見てあげてくださいね、蜂ね。蜂いいですよ。ねえ、このもみじも大好き。蜂といい、木の曲がり曲といいね。いい感じでしょ。若手ベテラン、若手のベテランね、だいぶね、全体のバランスを考えた後から飾ったぐらいの上手な飾り方です。もう実が止まった梅もどきですね。ちょっと下から見る、ほぼ止まってそうですね、実がね。ここだけ実がなったひょうたん木、まだね、実が色づいてないから分かんないですけどね。どこに、あったあったあった、ここに実が見えますね。はい、まあ今回はね、実が少なかったんですけど、このここの曲が気に入って、今回この木選ばれたそうですね。逆や、こんな感じかな。でこれは斑入りのイボタですね。トリキらしいですね。はい、色がいいですよね。はい、こんな感じです。それと鳥の子、はい、行きます。これも女性ですね。新しい、比較的新しい2年目の会員さんかな。これがここの会長の作ですね。まさに松平頼長さんのサイズですね。7点飾り、心拍ね、お前なのかな。うすら梅ですね。もみじ、このもみじもね、いいんですよ。ほら、ね、いいでしょう。それに匂い嗅いで、よく曲がってますよね。動いてます。これは何？福本さん。地位か。これは本田。名刺の大根。その他ね、次期人。当然、あれは、古い方が、次期人。いいでしょ、7点飾り。やっぱなんかお見えに来たよ。この五葉松も面白いですね。木がね、しっかりした木ですよ。動きもあってね、面白いですね。ちょっと下から見たいな、ね、こういう角度で見たら面白いでしょ。これは宮間街道かな。でも動いてますね、すごくね、雪が面白いですね。この角度がいいかな。はい、ちりめんかずらね、よく締まってますね、コンパクトです。で、ピラカンサ、やっぱりね、ピラカンサ多いですね。で、口なしですね。ぴったり鼻合わせてきましたね、この展示会に。で、ソエは斑入りの雪の下ですね。雪の下、これは小眉毛、
さあ、新しい神さん、御殿飾りですね。稲物と見物を中心にしてますね。テイカカズラかな、ね、包丁で花もちゃんと着てますけど、この値上がりのね、あのさばき方が面白いですね。もう柳岩、この辺ではね、岩松と言います。全国的には岩ひばですね。と、三山楓ですね。で、こういう感じの飾り方ですね。はい、次三点飾り。草物がないですけど、これは宮さんが描いた、心拍ですね。ちっちゃい心拍ね。刺して3年かな、5年かな。あとこれは姫高長期かな、姫高長期かな。花がね、昨日来てたらしいですね。今日ちょっと終わってますね。3点飾りですね。はい、逆にこっちは花がちょうどタイミングがあった3点飾りで、雅ですね。まあ、花も綺麗ですけど、実はね、木が面白いんですよね。こういう、それと五葉松ですね。この三点飾りですね。これも会長の品ですね、作品ですね。これは寿ですね。それと玉子、グミですね。これはイボタか。イボタ、あれ、下に。ああ、へえ、意外、ここまで見てなかったのに、太いですね。で、これはヒメカリ。と、それの第二の実践。白鳥魚ですね。はい、7点飾りですね。さあ、鳥は3点飾り。まあ、らしいと決めてきたちりめん飾りね、文句なし。面白い、面白いばっかり言うのがさぬきやる。もっと面白いのは、あ、これ最後にしようね。ここから紹介しましょうか。三山街道ですね。どうです、いいでしょう。でもってこれは面白い商品、盆栽、まさにオリーブでした。